か。こんにちは、豊さん。はい、豊さん の、まあ、あの先輩でもあり、仲良しと、仲良しと言っていいかあれですけれども、でこの YouTube にもあの出てくださってる、はい、江川さん。仲良しじゃないんだよ、うん、江川さんが俺を仲良くしてくださってる。違う慕ってくれてるから江川さんか江川さんがだと思う。これ見たら豊かみたいな、ね、甘えちゃってるから逆にね、うん、ですけれども、ちょっとなんかなので今日は、まあ、江川さんとの現役の時の、うん、もちろん、ね、対戦の話ってこれまでもしてますし、プラスなんかプライベートだったりこう江川さんの人物像を豊さんなりにこう紐解いて話してくださったらなと思うんですけど、はいはい、江川さんはシャイだなですねいや俺はいいとか言いながらやりたいんだよ、うん、いろいろ、ね、あ実はやりたいやりたいんじゃないかなっていうような、まあた例えば監督コーチ、うん、とか、うん、まあいろんな話をするけど、でやったらどうですかみたいな、どうのこうのって言っても、いや俺はもう目立ちたくないからみたいな、まあ実際、うん、八幡にもう立ちたくないっていう気持ちも分かるんだよ。ああいう事件があったからね、はい、まあその球団に入るいきさつとしてね、うん、だからもう批判とか、うん、そういうのはやめてって、うん、でもすごくいい人だよな。いや、そうなんです。柔らかくてな。そう。だから私豊さんと江川さんとお仕事ご一緒させていただいたこともあるんですけど、やっぱりあのちょっとシャイだし、そのコーチとか やった方がいいですよとか監督だっていうとニヤッとちょっと笑いながら否定するんですよね。やりたいんだよ。やりたい。だから江川さんなんかは、はい、まあ、例えばキャンプの時に来て、うん、あ江川さん江川さん、ちょっとまっすぐの投げ方をこいつに教えてやってくださいとか言ったら、はい、喜んでやると思う。あ、最初は断るよ。なんでそんなの？いいって言いながら人目がいないところでねみたいな、多分そういうタイプだよ。あ、シャイなんですね。まあまあシャイっちゃシャイだよね、うんうん、だからあれだけもう目立ちたくないんだよね。だからあの入り方が目立って入っちゃったからっていうのも、うん、でもね江川さんはねいじられるのが好き。え、そうなんですか。そう、うん、プライドは高いよ、うん、プライドはめちゃくちゃ高いけど、うん、だけどいじられるのは好き。ああ、でもこの前の対談で言っといたから、うん、え、江川さん耳小さくなったんじゃないのって言って、うん、多少小さくなったんだそうなんですね。いや江川さんはうまくいじってあげると、うんうん、もうとっても面白い人だから。ですよね。学あるしね。あ、そうです、いろんなことを知ってらっしゃいますしね。そうそうそうで江川さんをまたいじる方って今やっぱ大御所すぎていないじゃないですか。いや、いないんだよね、うん、いないんだよ。いやだから俺ぐらいなんだよ。いやそうですよ、ね、だから俺のことを可愛がってくれるんだと。だからか。いや懐きながらこういじっていくからさ、うんうんうん、いじり方がうまいんだろうね豊さんのね。そうそうそう、だから手で転がして、ね、そうそう手で転がして江川さん。いや、ね、すごいことですよ、ね。暖房。暖房ね。え、じゃあ豊さんは江川さんと現役の時ってどうだった、仲良かったんですか。いや、まあ、仲いいっていうよりもこうあんまり会話したことないし。ご飯は？ご飯行ったことない。もう憧れの選手だったしさ、はい、いやもうこのピッチャーを打たないとプロで飯を食えないって、うん、でいくら3割打っても江川さんが3割打ってなきゃ、うん、この3割の意味はないっていうふうに思わせてくれたピッチャーだよ。それだけすごい、ものすごい怪物だった。あ、そうだったな、うん、怪物だな。そうですよね、本当に。え、江川さんはじゃあその球団の中で一緒にご飯行ったりとか仲良しの方っていなかったんじゃない最初はもうわざとエラーされたとか言ってたから。あ、言ってましたね。言ってたでしょ、うん、わざと後ろにエラーされたって。別に江川だろって、守らなくていいんだろみたいな、打たなくていいとか、もう三振取りゃいいじゃないかっていうような。そうだ、ただこう勝っていって、うん、優勝した時に、うん、ね、やっぱお前の力がなかったら優勝できなかったよっていうふうに、ん、まあ、みんなが認めてくれて、うん、そこから普通だったっていうけどね。自らの実力でそれを変えていったってことですよね。まあ、そうだね。まあでもさ、うん、まあ、ああいういきさつがあって、うん、とっても悪い人間っていうふうに、うん、まあ、報道されたけどもさ、ね、まあ、全然違うからね、うん、本当にいい人だからね。あれは本当にあの球団の後ろの大人たちがっていうこと、まあ、球団のというか、まあまあ、関係各位だよね、球団じゃなくて、うん、関係各位の人たちがやっぱ子供を利用して悪者に仕立て上げられ、上げたというような、うん、まあ、事件だからさ。そうですよね。しかもわからない、そらね、これサインしろって入団できるぞって言ったらしますよね。そらしちゃうよね、うん、
で勝手にね、まあ、阪神に最初入ったんだけどさ、はい、阪神に入って、いやもうトレードだって言ったら、うん、もう行くしかないよね、まあ、そうです、勝手にこう大人たちがやったことに巻き込まれて、うん、悪者になってんだよ、うん、しかもマスコミも冷静になりましょうよ、それだけを流しそれだけ流すけど相当やじられてたらしいからね、あの報道陣の中ですよね、いやちょっと待ってください、冷静に冷静になってくださいってお願いしてるのに、うん、冷静になりましょう、さも上から言ったように報道されてるから、はい、まあ報道って怖いよな、いや怖い、とあのそこだけ切り抜いてね報道するのが、うん、もうフェイクニュースだよ今からすると本当そうですよね、訴えなっていいぐらいですけど、まあ、でも豊さんがその対戦して、その対戦成績としてはどうなんですか、どうなんやな、まあ、最初の頃は全然打てなかったよ、うん、やっぱあのプロ入って初めてのスタメンがスタートしたのが江川さんだった、うんうん、三振、前飛ばないというね衝撃だったよそれは俺だってお前大学の時安打製造機って言われたんだから、そうだ、それが前に飛ばないんだから、安打も何も下手くれもないよな、え、どんなもくる球で、もうとにかくでかい球がブワーンとくるよ、他のピッチャーと何が違うんですか、あのね速いピッチャーでも津田っていう津田つね、はい、あれはね小さく見えたんだよ、ピョーンとくるから、はい、でも江川さんのブワーンとくるから、うん、でかく感じた、今で言うと誰タイプに似てるんですかね、ピッチャー、佐々木朗希だろうな、投げ方は全然違うよ、はい、だけど佐々木朗希タイプだよね、わすごいですね、いやすごいよ、へえ、そっから豊さんがおっしゃったのが、その考えて打つように打席に立つようになった、俺がね、はい、うん、だからまあ球種をさ、うん、やっぱこう読むようになったりとか、うん、カウントでコースを読んだりだとかさ、うん、まあそういうことはしたけどね、うん、でも対談で、うん、佐々木朗希完全にやりましたねって、うん、ね、江川さんもなんでやんなかったんですかって言ったら、うんうんうん、いや俺は打者を見ながら投げてるから、うん、そんな完全なんて負けすぎないんだよ、うん、今でも佐々木朗希投手に対して、いやそれで NHK 調べて、うん、江川さんが当時今のスピード感で何キロ出してるかっていう風のを計測したらしいよ、うん、だから俺はな、言ったわ、164キロ投げてたらしいぞ、それは本当ですかって言ったら、うん、いや、これはちゃんと調べてもらったんだって、その翌日かなんかに、大谷が165キロ出してて、抜かれちゃってんの、1日で。だそういうね、なんかね、負けず嫌いなところもあるわけ、もう現役の時から、やっぱり負けず嫌いなのは出てました、いやでもね、うん、あの江川さんとの対談、はい、コラボがこの後流れるけど、うん、江川さんのねピッチングスタイルっていうかね、頭の中は本当に打者をね考えて投げてることが分かるよ、どんなそれどんなことで感じました、それ、それ動画お前見ろよ何を俺がお前は本当プロかお前ど素人な俺振りされたね今出て打席に、お前が俺の背中を押してくれなきゃいけないのにお前がなんかこう足引っ張ってどうすんだよ、あそれは動画楽しみですよねっていうコメントかなと思ったら、それはどういうことなんですか、早いやん聞くのが、ね、まあ、それだけ興味があるっていうことだ、いやそうなんですよ、そうなんですよ、いやだからそのぐらいやっぱ打者を見ながら投げてるんだよ、うんうん、これね、この秘話っていうのはすごく面白いんだよ、それはそこまで考えてたのって、それでじゃあ僕にはどう投げてたんですかって、うんうんうん、だ最初は相手にされてない、相手にしてないとか、まあ負けず嫌いだから、まあいつものね、でも、うん、お前はこうこうこうだろって、うん、全部当たってた、俺の特性をよく見てた、すごい、それも未だに覚えてる、ものすごい入ってるんですか、もうそろそろボケるから、あの忘れると思うけどねボケないけど、そうなんだ、ということは、うん、各バッター、全部そう入ってたってことですよね、そう、だから江川さんなりに分析をし、うん、ね、いろんな人の話を聞き、うん、分析をして投げてる、うん、山倉さんとは仲良かったんですか、ね、山倉さんとは仲良かった、あの山倉さんには絶大なる信頼があったと思う、うん、だからじゃあサインキャッチャーの話はしてないけどね、あ、その時のだからそれは聞いてそうですね、あの言ったことは動画を見てほしいんですよね、そうそうそう、で山倉さんのサインに首を振るってことは、あ、それはあるある、あ、それはそれはあるよ、うん、
うん、それは全く 100% 一致してるっていうことではないよね。あ、まあ、だけど首を振るにしても、うん、絶大なる信頼を持ってたね。じゃあ、あの時代って山倉さん以外のキャッチャーとは組んでなかった？組んでると思うよ。あ、組んでますか？いや、それは山倉さんだけではない、まあ、吉田さんとかも組んでるだろうし、うん、有田さんとかも組んでるのかな。あ、ではいるはいるんですね、他に。あ、いるのはいると。あ、ただやっぱりその山倉さんが一番投げやすかった、うん、まあ大学の時からね、はい、知ってもらってるしね。そうなんですね、うん、まあ自分でも公言してた、うん、手抜きはしてたと平川さんらしい。いや、じゃないと持たないらしいよ、やっぱ。お客さん、いや、1試合投げなきゃいけないから。そっかそっか、100球だったら手抜きなんかしないよとか言ってたでも、ね、俺らなんか関東だからって。まあそうですよね、負けず嫌いだから。あの時代は確かにそうですけど、いや本当、マウンド上がったらもう終わるまで帰ってこれないっていう感覚だからね。まあ今とはちょっと違いますよね。だから42キロね、フルマラソン走りに行ったら、うん、リタイアなんか許されない時代だから。あの、代わりがいないってことですね。いないっていうことは、まあ、それ以上のピッチャーをブルペンに置かないという、置いてないみたいな、そういうプライドでみんな投げた。そうですね。でも佐田岡さんは早く降りてた佐田岡さん早かったんですか、うん、その降りのもう疲れちゃった全然違いますね。西本さんは降りなかったけどね、意地でも。ああ、やっぱりあるんですね、あの頃のピッチャーって。でも佐田岡さんは降りてた早くて、はい、江川さんの、じゃあ豊さん、弱点ってありました？まあ見当たらないよね。飛行機じゃない？え、あ、飛行機苦手だって今おっしゃってたわまあ飛行機ぐらいだよ。え、だから広島戦とかってした？いや、もちろん全部した。全部したですか？全部した。あ、地方、例えば夏休み地方球場とかどうしてたんですかね？いやいや、全部電車だよいや、本当本当ですか？あ、沖縄も船でできれば行きたいぐらいだっていうぐらい嫌いなんだから飛行機が。でも奥さんは必要です。ちょっとそこは ね上で見つけたってことですね。そうそうそう。おまあね、まあね、天使だったんだろうね。まあそう、だから、ほら、飛行機が苦手だからやっぱりそう見えたんでしょうね。そう、もういやいや、そうじゃない、やっぱそれだけ素晴らしい奥さんをいただいたということで、何お前違う違う、やっぱそう見えたんでしょうね。いや、なんか下げるようなこと言うならよりよ り,、ね、より。あ、奥さんも私見たことあるんです。応援したこともあって、すごい綺麗ですごくボーイッシュな方でした。あ、そう、うん、でしたけどもね。なるほどね。江川さんが、まあ、引退するきっかけってあれじゃないですか、あのガクって、うん、こう膝を崩れ落ちたあの試合でしたけど。中国バリでしょ中国バリもう江川さんが口開くとさ、うん、何でもダメだったんだよ、うん、いや、中国バリ打って、うん、あの投げれなくなったとか。え、そうなんですか？いや、それはそういう報道になってるけど、うん、ね、うん、最後の最後に中国狩りを打って投げたんだよ、はい、ね、うん、でも打たれちゃったと、うんうんうん、ね、江川さんは針を打つぐらい治療したんだけどダメだった。それが中国狩りがダメだったっていうような報道になってまた針協会からう訴えられるというか、バッシングを受けたりとかさもう本当に口を開けば批判的に取られるというさ、誤解されやすい、誤解されやすいのよそうなんですね。 そんな性格なんだけど、うん、だから江川さんってとってもいい人だからね。そうですね、はい、今からでも監督とかコーチとかもうないんですかね？もうやらないんじゃない？あ、もうやらない。もう YouTube で始めたから。あ、そうですね、そうそう、はい、はい。